はい、こんにちは。今回はエドルのグレージュとアッシュの濃いめに染めた場合っていうのを比較していきます。今回使うのはグレージュの3とアッシュの3ですね。で、ベースはブリーチ3回してペールイエローまで持っていった毛束で、オキシは 3% で放置時間は20分で見てます。で、まずは結果から見ていきます。こちらですね、ペールイエローのベースに真ん中がアッシュの3で、右がグレージュの3ですね。で、こちらを解説していきます。まずはこのベースの状態がブリーチを1回すると、この橙から黄身の橙に移っていき、ブリーチ2回3回と進んでいくうちに黄色に変わり、そこからペールイエロー、薄い感じの白に近づいていく感じでペールイエローになります。で、このベースの上に今回はグレージュの3なんですけど、グレージュというのはこのベージュっぽい要素があるので、このベージュっぽい要素が出るためにはトーンが8から9レベル以上ぐらいないとちょっとベージュっぽい要素が出てこないので、グレージュを使ってもこの3レベルの薬剤で出る色っていうのはグレーですね。で、その結果この無彩色のグレーということで、こういう感じで黒に近い感じですね。まあほとんど黒なんですけど、見る人が見たらしっかりとグレーっていうのが分かるような感じの染まりになってます。で、アッシュの場合はこのエドルの薬剤っていうのはどちらかというとこのそのまんまの正統派の青っていうよりかはちょっとずれてますね。紫味の青、19番ですね、この色になってて、これも同じように明度が3なので明度5以下は黒にずれる、黒っぽく見えます。なのでこの毛束で見てみるとしっかりと青が出てるんですけど、パッと見で見てみるとこの黒に見えるかなと思います。ただ光に当たった時とか、色落ちがしていく段階で綺麗にこの青みが出てきたりとか、あとはシルバーっぽい感じにもなってきます。こういう感じでこの青とグレーを比べた時に、同じ3レベルでも明るさが違いますね。無彩色のグレーと青みが入っていることだけでも明るさが全然違ってきます。こういうのもまた含めた上で今後の動画でいろんなことを検証していきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回は以上でした。